はい、速稼塾の久保でございます。今日はね、転売情報をちょっとお伝えしようかと思います。まあ、以前、マスクの転売に対して私がね、そんなことやってんじゃねみたいな動画の代わりにですね、どんなものが値上がりするかってことをお話しました。それはですね、任天堂のスイッチだということです。この情報をお伝えしたのが12月の末ぐらいだったと思いますけども、1月から順番にですね、世界中で、都市のロックダウンが始まって、日本でも起きましたよね。に加えて中国で作っているこの任天堂のスイッチなんですけども、流通がね、ものすごく滞るのでかなり値上がりするんじゃないかなということで、買いだめした方は本当にね、おめでとうございますって形でございます。仕入れ値が2万円ちょっとだったでしょ、で、4万円か5万円で今売れてるんじゃないですかね。高値でいくと7万円8万円だと思います。こういうふうなゲームっていうのはやっぱりね、高くても売れる傾向にありますので、昔からゲーム機本体の転売とかね、ゲームソフトの転売っていうのはこの転売業界の花形だったと思います。しかもこれはですね、手に入れられる時期が明確で、品枯れする時期が明確なんで、本当にこの差額がね、ものすごく取れるんではないかなというところでございました。ただやっぱ仕入れ資金がいりますんで、手に入れるのが難しかった方もいると思います。今日の転売情報なんですけども、アパレルですね。アパレルは今ね、各社大手ともどもブランド、そこそこのブランドも、倒産に向かってるわけなんですよ。でその中で倒産はしないんだけども、復活するところがどこかっていうことを貼っておけば、今ね、各社ブランドが生き残り戦略をかけてかなりの叩き売りやってますから、それを大量に仕入れることによって、そこがね、生き残ったら価格が安定した時に、そこそこの値段で売れますよって形でございます。今日はコーチのことをちょっとお話ししようかね。女子高生とか女子大生で人気のコーチっていうブランドなんですけども、ここはですね、今ね、例えばインターネット価格1万超えるものが3000、4000円で今叩き売られてるんですよね。こちらの方を大量に抑えていくことによって、価格が落ちた後にしっかりと利材をつけて売れるというストーリーなんですけども、当たるかどうか分かりませんけどもね、私が転売をやるならこれを仕入れてるかなというところでございます。失敗したら自分で切ればいいですしね、ですので無理ない、数量を仕入れておいて販売していくって形になると思います。コーチ以外にもいろんなブランドで狙い目があるんですけども、やっぱり資金がないとたくさんに貼ってはおけませんので、一点集中するんだったらコーチかなと思いますね。例えば10万円ぐらいを仕入れておいて、ここでしたらね、2ヶ月後ぐらいには盛り返すのかなと思いますので、その時にまた販売していくっていうことで、10万円仕入れなら14、5万ぐらいの5万円利材ぐらい取れていけるんじゃないかなというふうに考えてますけどもね。その他にもいろんな考え方あると思います。転売屋さんっていうのはやっぱりね、一種博打みたいなところがあって、確実に値上がりするものってのはすごく分かりにくいんですよ。で、分かったら分かったで、それに多くの転売屋さんが集中しますんで、結局手に入りにくいってことになります。ですんで、ちょっとリスクを被る形になりますんで、私はね、転売を、やらないというかね、やるんだったらカメラの転売にしますよね。カメラの転売っていうのは本当に10年以上のものでも、10年以上前のものでも結構な安定価格で仕入れられて、安定価格で売れるんで、本当にね、転売の中で一番簡単に初心者向けのネタなんですよね。カメラで儲けられないことはないというぐらいカメラの転売が堅いと思います。カメラも、そうですね、今ボディが3000とか4000とかね、レンズが1000円とかで手に入りますんで、それをやっぱり2万3万で売っていくことによって、1個のカメラがね、1万円とか、2万円って言ったら言い過ぎですけども、1万円前後の利材を取っていきますんで、本当に1日1個売れれば、2等1万かなっていう目安になってきます。詳しくはまた別の動画でお話ししますんで、今日はこの辺で。